伊藤孝恵さんおはようございます4人の参考人より貴重なご意見をいただきましてまた当事者である高校生の声をこの場にお届けいたし、あのいただきまして本当にありがとうございましたあの今吉田参考人がおっしゃった子どもたちを迷子にしないでいただきたい、まあ、まさにその一言に尽きるんじゃないかというふうに思います、えー、今まずは記述式の問題について伺いたいというふうに思います 課題山積である旨の認識は、まあ、4人の参考人、共通のご意見であったかと思います。その上でですね、えー、3つの方向性があるのかなというふうに思います。まず1つ目が、課題はあるけれども、このまま実施可能である、ないし、このまま実施すべきである。2つ目が、延期をして、マニュアルチェンジをすれば、実施は可能であるというようなご意見。それれから3つ目がもうこれは 致命的な瑕疵があるので、制度上の問題があるので中止にして抜本的にゼロから検討すべきである。主にこういった三つの方向があるかと思いますが、四人の参考人にそれぞれ、えー、ご意見伺いたいと思います。萩原参考人。はい、えー。私どもとしては、えー、というかまあ国交の立場としてどれというのは実は非常に言いにくいという問題があります。 で、えー、唯一言えるのは、やはりこの試験問題の内容、採点等について、その記述式問題も含めて、受験生を不安にならないような形で、ぜ、え、ひ、ー、ともお願いをしたいという、最終的に文部科学省なりで判断をいただきたいということだというふうに思っております。えー、例えばここここで今、えー、このまま、えー、進むとということも あるのかもしれないですし、それからあと、えー、延期をするということもあるかもしれませんし、やめるという選択もあるのかもしれないんですけれども、どれが最適解かというところについてはです、ねえー、私の方からは今の段階では言える状況ではないということになります吉田参考人、えー。今の現状におきましては、もうここまで進んできておりますので、えー、一番、絶対に実行,実行すべきというふうに考えております。 木村参考人、はいえっと、私、先ほどあの陳述させていただいたように、ですねあのこの記術式問題、私たちがあの参考にできるのは、4回出てきた問題例とプレテスト、えー、これに基づいて考えるしかないわけですね、そうしますと、あのまずその、そもそも不要だったんだっていうことが大前提ですね、あの個別入試で記述問題っていうのは、も,うものすごくあの高い割合で出題されてる。 という前提がです、ね、あ,のあるわけですでこれをまあ第一それからあの実際に作られている問題の質ですでそれが本来の目的すなわち記述問題でなくては測れない問題になっていないということですこれでは出す意味がないそれから公平さ、えー、採点の体制それから自己採点どちらに関してもです、ね、これはあの、えー まあ公平公正というふうにはとてもあの言えないでじゃあこれを改善するどんな方法があるのかというふうに考えてみてもですね、60万人大量の,その一斉に全国規模でやる試験で記述問題をやるということは不可能ですで不可能だからこそ共通一時マークシートをあの使ったわけですよねマークシート問題というのは問題の中に答えがすでに まあ入り込んでるそれをあのいわばああの受験生は見つければいいという、まあ、最もあの採点に手間がかからないでもその分問題を作成する時には、えー、とことんですねあのこれが適切な答えなんだっていうことを考えて、えー、作り上げた。 これがマークシート方式という、えー、大量の答案をで、えー、その受験生の力を測るのに最も適したあ、まあ、形式だったわけです。 でそこの根っこをですね、まあ、崩してしまう、えー、しかもそこで測られる問題っていうものはあ測られる能力というものがですね先ほど申し上げましたようにむしろ、えー、本来の学力にあの逆行するようなものだとするならばあでそういうものでしかありえない条件をガチガチに固めないと、えーまあ、あの採点もできないようなあ記述式問題なんだったらもうこれはやめるべきです。で、えー それはやっっててしまってであの、まあ、マークシートだけでもあの最終的にはつけたらいいじゃないかってなるかもしれませんけれどもマークシートと記述っていうのは合計で,100分なんで,す,、ね、ですからあ記述式のところで非常に時間をかけてしまうとその分マークシートの方に時間が押されてしまうわけです。ですから記述式を盛り込むことによってマークシートの方の、えーまあ、評価も適切には測れなくなってしまうわけです。 ですから、バッサリと切ってしまった方がいい、私はあの中止がいいと、これは私の私見ですけれども、そういうふうに考えております河野参考人 3>,、はいえー、3つの選択肢の中であれば、やはり中止をして抜本的に検討すべきであるというのは私の結論でございます。えーまあ、理由は今あ、木村先生がお話しされたことと、基本的には同じでございます。 こ,れここまで数年間かけて検討を重ねてこれまでのような問題例しか作れなかったということは大学入試センターはもちろんずいぶん努力をされたんだろうと思いますけれどもどうもやはり制度の最初の設計のところに歪みがあったために現状このような形になってしまった。これをもっと早い段階でなぜ 内部の方たちで意見を出して止められなかったのかということの方がまあ大きな疑問となって残っているというふうに考えております以上です伊藤孝さんはい。では次に英語の民間試験についてもお伺いしたいと思いますご案内の通りこれらは延期をされております中止ではなく延期というふうに言われておりますこれらは延期をしてマニュアルチェンジをすれば 十分実施は可能というふうにお考えになるのか、それともこれもまた1から、0から検討し直すべき、中止をして検討し直すべきというふうに考えるのか、それぞれ4人の参考人に伺いたいいたと思います萩原参考人。 はいえー、と英語に関しては、まあ、今回、えー、一応延期という形にはなっておりますけれども私ども、えー、まあ先ほどもお話ししましたが四技能基地と測定ができるような形が望ましいというふうに考えております。でえー、そののための 準備期間というかそれを次に向けてということでそれがどこまでできるのかで、えー、例えばスピーキングのテストがやはり50万人やることが無理でそれに変わる形のものがテストとして、えー、例えば今の、えー、大学入試センター試験のような形の中で十分に見ることができるんだということであればその部分については、えー、例えば個別入試大学の個別入試の中で取り入れていく方法とかですねまたそちらを探っていくということは一つあるんだ というふういには思っております吉田参考人私どもといたしましては、あくまでも資格検定試験として、今現在も使われているわけでございますので、そういう意味では、資格検定試験としての使い方を、これあの、あくまでも各大学の自由でございます。 我々高校がお願いすることではなくて、大学が決めることですので、大学がそれでいいというのであれば、それで済む問題だと思います。また、センターで実施するということに関しては、私はそこまでのお金をかけて、新しくやるぐらいでしたら、この資格検定試験、きちっとしたものがあるわけですので、そこに対しての補助なりで、個人補助なりでカバーすることの方がよほど有意義で、そして、 個別最適化というと、言い方変ですけども、先ほどの,あの佐藤先生のお話にもありましたように、海外に行くんだったら、トーフルアイルズじゃなきゃ無理である、英検いくらやっても海外の大学には入れません、そういう意味で言ったら、やはり一人一人の個性に合わせた、方向性に合わせた、将来の夢や希望に合わせた試験を選べる、現行のこの4技能試験を資格検定試験として使っていただけることが最高だと思っております。 河野さん、はいえー、英語に関して私は部外者ではありますけれども。 しかしまあこの間英語教育に関しても国語教育と並んでまあ議論の争点になっておりましたので様々な議論を拝見している限りにおいてはやはり抜本的に再検討すべきだろうというふうに思います、まあ、先ほど吉田先生がおっしゃられたようにですね各大学がそれぞれの大学ごとの学問やポリシーに応じた民間試験を指定して 例えばそれを一定の入学資格にするあるいは何らかの形で加味するということなら分かるんですけれども大学入学共通テストの中に組み入れるというふうな形態自体に無理があるんではないかというふうに考えております。 木村参考人。どうも失礼いたしました。えっと、あの英語に関しては私はあまりあの詳しくはないんですけれども、あの専門家の方々のその意見をどこまであの聞かれたのかということについて、あの前回の会議などでもあのお聞きしております。それであのセフアルの妥当性ですとかですね、えそういうことをあの本当にあのきちっと吟味した上でもう一度あの一から検討し直すということが必要だというふうに。 考えております以上です伊藤孝まさん、確認をさせてください、えー、萩原参考人は、このままではなかなか4技能は測れないんじゃないか、えー、なので、まあ、抜本的にもう一度考え直すべきではないかというご意見でよろしかったですか伊藤孝さん、はい。吉田参考人にもあの確認させてください、これはそもそもこの試験というのは必要ないんではないかというご意見でよろしかったですか。吉田参考人 センターとしてやる必要はない、資格検定試験を利用すればよいということだと思います。伊藤孝さんありがとうございました でではですね今、木村先生、それから河野先生からご指摘がありました、この政策決定過程についての質問をお二人にさせていただきたいと思います。私、この問いにおける私の問題意識もあの全く同じところで、政策を作る際には、各学校種の代表とか、ですねそれこそ問題を実際に作っている方とか、またはステレオタイプの言説から逃れられない人たちが集まって作るんではなくて、重要な 政策決定というのが一部の人ではなくて、もっとちゃんといろんな人の意見を聞くべきではなかったかという問題意識のもとに質問させていただきます。河野先生、特にご著書の中で、残念ながらこの改革は100%失敗する、それも失敗であることを自覚せず、だらだらと無限の失敗の道が続くことになるとかなり警鐘を鳴らされております。まあ、では あまあ、端的にというかです、ね、えーまあ、この国語教育について、ここは言及されているところですけれども、あるべき広大接続、また文教政策のために、まあ、どのような枠組みでこと今回に関しては議論をすべきだったんじゃないかというのをご見解があればお聞かせください。 私もそのようにかなり強い言葉で批判を書きました。少なくとも私たちのもとで見ることができるものは、問題の、試験問題の3モデル問題例とプレテストです、そして新学習指導要領です、これらを見た限りにおいては、具体的なプランがよくわからないというのがまあ本音です。そしててこのの政策決定の過程ににおいて本当に例えば 国語の教育の現場でおやりになられている先生方、あるいはまた文学の研究を長年やっておられる方々、あるいはまた作家の方々や批評家の方々、こういった人たちの意見が吸収されたのかどうなのかということについて、大変疑問に思うところがございます。まあ、かつては 中教審などには評論家の山崎正和先生などが入られていた時期がございましたけれども、今はそういう方々の姿はなくなってきております、そうした委員の選定、そして議論の過程でどこまで多くの現場の意見を吸い上げたのか、この辺が不透明のように思います。 もちろん、えー、いろいろな現場の校長先生などが参加されているケースもおられますけれども、しかしど、どこまでその声がきちんと届いたのか、えー、いろいろな意見、委員会の議事録や、またその後、元委員だった先生方のご意見を即分しますと、えー、十分な意見交換がなされないまま、 あ出来上がった結論に徐々に導かれるようにしてまあ、このような事態に立ち入ったのではないかというふうに思われる節があるということですこの辺は私どもとしては大いにま問題視せざるを得ないというところでございます 木村です私もその政策決定のプロセスということはあの全然あの存じ上げておりませんでただあの問題そのものを見た瞬間にですねえら、ー、く変わったもんだなとでその急変ぶりっていうのは結局その次に出てくる学習指導要領の、まあ、先取りであるというようなことが、まあ、あの見えてきたわけですねであの今まででしたらあそのやっぱり 読むに値する文章そして問うに値する問いというものをあの出してきたわけですね国語の問題というのはこれ当たり前といえば当たり前のことですですけどもそういうあの側面がもう全部あのなくなってしまっているとそしてあの実用的な文章ですとか複数のテクスト並べるとかですねあるいは教室現場での、えーまあ、形だけのその会話とかですねで こういうものがあのなぜ出てきたのかが全くあの理解できない。もちろんあのそのベースにあるのはあの学習指導要領だとは思いますけども、そこで歌われている文句っていうのは言葉だけは非常に立派なのですね。えー、その主体的対話的で深い学びであるとか思考力判断力表現力当たり前のことなんですね。けれどもそういった理念っていうものをもう。 何て言うんですかね。むき出しの形で杓子定義に問題に当てはめるとこうなるなっていうのが、もうあの露骨にわかるような問題なわけです。で、理念っていうのはあの繰り返し言えば、それはただのあのお題目になってしまう。例えば、あの主体性主体性って10回言ったら主体性っていう言葉は意味をなさなくなるんですね。 お分かりいただけるでしょうか。そういう意味でその問題そのものがあのもう露骨にですね全面にあの方針が出ていて、その結果として受験生が問題を解いたときに一体何を解いているのか不明なものになってしまうという。でこういうことは専門家があの見ればですねこれは一体何のための問題なんだっていう義務は当然起きるわけです。 でそういうチェックがどうも入っていなかったというふうにしか思えないわけです。私はあの具体例でしか申し上げられませんけれども、そういうあのふうに思っております、以上です伊藤孝江さん、はい。木村先生にさらに今の,あの陳述についてお伺いしたいんですが、はい、今の試験、今の入試試験でも、問うべき問いというのはできているというような認識でいてよろしいんでしょうか、ね、現行です。 あのいろいろとあの限界はあると思うんです先ほど河野先生おっしゃったようにそのテストっていうのは全てを図ることはできないわけですね。ですけれども少なくともそのある一定の方向に恣意的に、えー、受験生を、まあ、あの無理やり誘導してはいこの範囲で、えー、書きなさい。 というふうな問いかけっていうのは問題としては良質のものとは言えないで、文章がこうまとまった形で出されますで、それに対してその文章っていうのはもうすでにですねあ一人の人間が書いたもんであってもその中にもうすでに対話があるわけですね問いと答えがあって自問自答したりえ人の意見が入ったりしているで、多少のノイズも入ってたりする そういうものを受験生がそのあの読み解けるかっていうことがあの、まあ、本来の対話力とか主体性ということにつながるわけです。ですからあの、まあ、これまでの入試問題っていうのはいろいろと限界はあるものの、えー、まとまった文章を読むということにおいてですねかなり、えーまあ、読解力を中心としたいろいろな力を図れていたというふうに考えております。 であごめんなさい、マークシートもあのそれをあのベースとして、マークシートの限界を持ちながらもです、ねあの、できるところまで質を上げてきたというふうに認識しております伊藤隆さん、はい。私も実はあの文学部の国文学科出身でして、あの卒論は漱石文学における悪女校でした。 あの漱石が描くですね、かぼそくて、色白で、声が小さくて、でも目的を次々に達成していくというね、あのその悪女っぷりを一生懸命羅列して立証しようとした二十歳の問いに対して、担当教授は笑わずにです、ね、じゃあどうして、えー、なぜそう読み解いたのか。 じゃあこの作品のこの言葉は漱石の何を表しているのかというのをディスカッションをしてくれましたそれで自分の思考がどん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 深まっていくあの経験というのは二十数年経ってもまだ私の中に残っております学生たちが公正な納得のいく受験をした後にそういった有意義な時間があることを願っておりますそのことを申し上げて今日は本当に四人の参考人の先生方ありがとうございました 博士。